大名効果は近代日本の政治史上における明治憲法下の憲法的慣例の一つ。天皇が元老や重臣などの助言に基づき内閣総理大臣候補者に組閣を命じることを指し、1885年の内閣制度発足から1947年の日本国憲法施行までの間に使用された語である。明治憲法には内閣総理大臣に関する規定はなく、 戦前における内閣総理大臣の地位、職名は内閣職権や内閣官制に基づくが、法的にはその任命手続きに関する規定はなかった。建前の上では、統治権の騒乱者たる天皇が法的な規定にも、進化の意向にも制約されずに、自らの意思で任命権を行使することになっていたが、それでは任命された内閣総理大臣に失策があった場合に、 天皇が任命責任を追求されることになり、これを回避する必要があった一方、天皇が内閣総理大臣を任命するという形式も維持する必要があり、この矛盾を解決するため、試行錯誤の末、次の手続きがほぼ確定した。辞任や死亡により内閣総理大臣職が空席となった場合、まず、正界事情に通じており、 天皇が特別な信任を与えている元君たちに適切な公認を推薦するよう命じる。これを五家門と称した。言動は抗議してその時同期の政治情勢により適切な候補者を一人に絞り込んで天皇に投申する。天皇自身は一切の検討を加えず意見も付さずにそのまま候補者本人に伝え内閣総理大臣任命を予告した上で組閣を命じる。 元老の答申を後継主反創選と呼び、天皇が組閣を命じる行為を対明効果と称した。この対明効果と後継主反創選の制度のもと、朝鮮内閣に始まり、中間内閣を経て、政党内閣と様々な形態の内閣が誕生することになった。しかし元老はその高齢化と死去により次第に、その人数を減らし、大正時代のうちには、 西園寺金持ちただ一人となり、その西園寺も昭和には高齢化して新たな後継主犯総選方式が必要になった。昭和7年には天皇が内大臣に諮問し、内大臣は主に首相の全官礼偶者や数密院議長からなる重臣と呼ばれた人々と協議して候補者を絞り込んで報道する体制が整えられた。昭和天皇の厚い信任を得た内大臣、 木戸光一は後継主反装戦だけでなく例えば太平洋戦争での敗色が濃くなっていた1944年にもはや死にたとなっていた東上内閣を天皇の了解を得た上で内閣総辞職に追い込むなど宮中にいながら政界にも強い影響力を振るったこの方式で成立した最後の内閣は 連合国軍最高司令官総司令部による占領下の1946年に成立した第一次吉田内閣である。この時の次期首相候補者の推薦は前首相の締原喜重郎が単独で行った。内大臣の職は敗戦直後の1945年11月にすでに廃止されていた。時代の片山内閣からは日本国憲法の規定に従い、 衆議院と参議院の両院における内閣総理大臣指名選挙により内閣総理大臣が指名された上でその指名に基づいて天皇が首相を任命する形の議員内閣制が確立された。イギリスをはじめとする他の議員内閣制を取る国においては与党第一党の党首が元首から首相に任命されるという憲法的慣行が存在するに過ぎないことが多く、 国会の主犯指名権を明確に認める日本国憲法は法的には比較的異例である。政府の長たる内閣総理大臣の定員は当然ながら一名であるが組閣は様々な人間関係を駆使する共同作業であり一人のみで行うものではないため単独ではなく複数の人間に組閣が命じられることもあり得た。実例は次の二例である。 Y 反内閣のケースは、政権担当者である与党の憲政党が未まだ、正式の党主職を設置していなかったことから、とりあえず、大隈重信と板垣大助の両名に組閣を命じ、首相を含め人事については、憲政党内での調整に委ねた玉虫色の対面効果となった。対戦末期の小泉内閣のケースは、現職の朝鮮総督から急遽首相に転じる、 小磯国明の支持基盤が弱体で政治手腕も未知数であったことから海軍部内で大きな権威を有し自らも首相経験者として重心の一人であった与内三政によるサポートが意図されたものである。対面効果は必ずしも事前に本人の承諾を得てから行われるわけではなかったので対面を受けた候補者が組閣に着手せずにすぐに辞退することもあった。 対名の事態を当時の新聞用語で対面廃止と称した。また本人に勤める意思があっても閣僚が揃わず組閣に失敗して不本意な事態に追い込まれることもあった。特に軍部が要望しない人物に対名が降下した場合、陸海軍両大臣職のなり主が得られずに組閣できない場合があった。陸軍大臣、海軍大臣は 軍部大臣現役部官制により、候補者が限定されており、現役部官制が廃止され、予備役の召喚を大臣に任命することができる時期で、あっても、最高幹部である陸軍の参謀総長や、海軍の軍令部総長などの推薦なしに一本ずりで、陸海軍大臣を任命することは事実上、不可能だった。1914年の清浦慶吾の組閣失敗は、その一例である。 このような事態を当時、流産と称した。政治学者の村井良太は、1924年7月に、松方正義が死去して元老が、西恩寺金持一とだけになり、元老という憲法上の機関でない者が、首相選定を担っているという状況が強く、批判されるようになってきたが、首相選定方式を改革する余地があったと指摘している。実際、 第2次五圏運動の最中にも、政変の場合における五家門範囲拡張問題として、議論されていたという。これは、宮内大臣、牧野信明の発案と推測され、1924年2月末、当時、松方が、既得状態にあり、今後の首相選定方式はどうあるべきかを左右んに、相談しようとしたこと。 五家門範囲を拡張することによって、言動の候補者を用意しておこうという狙いがあったと見られる。現実に、西恩寺が死去する数年前から導入された方式は、重心競技方式と内大臣指名方式の混合された形となった。重心の協議を俗に、重心会議と称した。ありがとうございます。